そうですね、漫画を描くときはいつもプレッシャーありますね。この今描いているものが読者にちゃんと分かるだろうか、この話の面白さ、メッセージがちゃんとうまく伝わるだろうかということで、非常にいつもプレッシャーですね。あと時間に追われるプレッシャー、それはもう絶えずあるんですが、主人公と同じぐらい人気のあるキャラクターが死ぬ事件がありました。リキーシトールという明日のジョーのライバルですけども、その死んだ時に私としても随分こういろいろこう編集の人と話し合いながらその話を組み立てていったんですけども、それが本になった途端にものすごく電話とか手紙とかいろんなものが来たんですね。でその当時はね、雑誌のこの何て言うんですか、喉の反対側ですから、肩って言いますかね、ここにね住所が出てたんですよ、作者の。今はそういうのは出ませんけど、それでね、それでこういろいろ調べたらしくて、日本中の読者から真夜中にも随分かかってきました電話が。でなぜ力士を殺したんだとかね、それからなんでこういう話を作ったんだとか、なんかまあいろんなことが読んだ時の感想を言ってきたりね、ということで、その時にものすごく読者がこんなにたくさん真剣に読んでるってことを初めて実感したんですね。それまで手紙不安レターみたいなのが来ましたから、あ、読んでくれる人はいるんだ、嬉しいなと思っていましたけど、その力士が死んだ時のあの反響っていうのはもう本当に半端じゃなくて、もう電話かかるし訪ねてくる人もいるしねっていうようなことで、随分それはびっくりしました。だけどそれから漫画を描くことにちょっとこうなんて言うんでしょうね、尋常ではないような気持ちになりましたね。あれはそれまでもいい加減に描いたことは一度もないですけど、特に読んでる人が若くてしかも純粋で、子供もいますよね、少年たちもいます、少年少女、そういう純粋な真っ白な気持ちがまだ真っ白な人たちが読むものだから、すごく影響を与えるもんだっていうことを実感したんで、それから漫画を描くのがしばらく怖くなりましたね。いや、私も最初はもう誰かが冗談でね、そんな冗談だと思ったんですよ。で私はだけどそうやって不安の人が集まって来てるから来てくれって言われてたんで行ったんですけども、そしたら本当にみんな真剣な顔してもう目を泣き荒らしてる人もいたし、それから黒いスーツ着てね、お葬式の格好で来てる人もいましたし、それから会場へ入ったらお坊さんが来てお経をあげてたりなんかしてたんで、私もすごくなんか誰か大事な人を亡くしたような気持ちにその時に初めてなったんですが。